おはようございます。うちは正直ですね、すごくいい商品なんですよね。メガネ屋なんですけど、でもこのメガネの商品で売れてないっていうのはまずおかしいんですよね。もう力不足以外何でもないですよ。私もね、5月までがミリミットなんで本気でちょっと考えてるんですけど、だから電話はねちょろちょろかかってくるんですけど、これがコリアンブランドらしいですけど、今コリアブランド超流行ってるみたいです。モンタップ貸し出しがあります。何ですか、赤屋根屋があるファクトリー900だ。金子メガネもある。何だろう、こここの小ささで2粒かなやっちゃうんですね、これ。でコピーしかレンズが作んないみたい。この1粒2粒で十分できるってことだな。ここもだ、ここも多分検査みんなやってないから。レッサンヒューマンがあるな。J フレート、レッサンヒューマン。あー、検査してないこと。モンスターハンターと歩くのがあれ、それを売れちゃうっていうのはすごいことですね、これ。すごい、ここ日本の AV まで売ってますよ、これ。このモールは一体何なんでしょうね。うわ、ここ、この壺でいくらなんだろう。なんか突然日本の不動産を売ってますね。歌舞伎町998万、ダイヤモンドパレス705号室利回り 9.1%。 コルクを貼るんだ。中国で食べ過ぎて腹を壊したラム、バチだから100円ぐらいかな。ラム、鶏肉28OK。 これは全部 USB みたいな。店舗候補地を探してます。すごい、こんなことになってます。チムサッチーのこのちっちゃいサイズのコーナー、チムサッチーのモールに来ましたけど、なかなかいい感じ。レンティングいくらかな。あ、あった。このデカさで、チムサッチュで、16,800。うちの今のところの倍だな。110です。110です、これ。本日の1本。チムサッチュのくせに安い。6,000だって。3,800から。